さあ諸君、いいか、君たちは何者だ。そう、YouTuber だ。そうだ、君たちは YouTuber だ。そう、 YouTuber で一番大事なもの、それは何だ。俊介、何だ。面白い。違う。トラトロ、何だ。違う。そうだな、違うぞ、いいな。 YouTuber にとって一番大事なもの、それは心理学である。わあ、いいな、心理学が大事なんだ。今日は君たちに心理学の力をつけてもらおうと思い、僕はあるゲームを用意した。それがこちら、ピューピューシュコー心理戦ババ抜き。イエーイ。簡単に言うとババ抜きだ。だがちょっと違う、うん、お、カードはこの4枚、4枚で行う。いいな、このなんだ、スペードの1、2、3、4、これが自分の手札だ。で、逆に、まあ、その反対側の人は、ハートの1、2、3、4。この4枚だ。いいな。まあ、じゃんけん、まあ、数字でもいい。この数字で高い方が、このジョーカーという手札を加える。自分の手札に。いいな。なるほど。ここから心理戦、ババ抜きが始まるんだ。そう。なるほど。まあ、どうやってやるか、ちょっと一回説明しよう。じゃあ、まずそっちに行ってくれ、誰か。じゃあ、私が、行こう。そうだ。では、まあ僕がこれで、なんだ、トランプをちょっとシャッフルした体でいこう。うん。これでシャッフルするだろ。よし。はい。はい、シャッフルをした。ちょっと汚いけど、まあ、許してくれと。よし。さあ、しんのすけくん、僕に質問したまえ。ジョーカーはどこにありますか？そうですね。ジョーカーはこれですかね。これですね。なるほど。うん。まあこういった質問をどんどん繰り返してって、しんのすけくんは最終的にジョーカーを引かずに上がったら君の勝ちだ。なるほど。そう、ほう、いいな。もししんのすけがここで、じゃあこれを引いてみろ、これ一番左を。さあ引きましたと。さあそれを見てみろ、何かなって。何かな。おっそ、おあ、スペードの4だ。そうだ、スペードの4を取れ。普通のババ抜きだったら、うん、次は僕が引く番だが、この心理戦ババ抜きは、うん、またしんのすけのターンなんだ。ほう。しんのすけはジョーカーを引くまでずっと引き続けることができるといった感じだ。なるほど。いいな。だからポーカーフェイスが大事になってくる。運任せじゃないということだ。なるほど。で、まあ最終的に、まあこうやってやり取りをして、ジョーカーを持ってるやつが負けという感じだ。だいたいわかったな。わかった。わかった。よし。やっていくぞー。えいえいおー。くら。じゃあ、まず誰かやるか。じゃあ僕やるかな。うん。見とこ。ね。じゃあ相手誰やりたい？じゃあしんのすけいくか。じゃあ俺やろうかな。よし。じゃあまず、じゃあ僕が手札をシャッフルするから。わかった。よし、こんなもんかな。よし、では。いいぞ、しんのすけくん。なるほど。今から心理戦ババ抜きだ。さあ、この中で、ジョーカーを僕は引かせれば僕の勝ちと。勝ちではないか。うん。まあ僕のターンに移動するって感じだ。さあ、どれだと思う？まあ、ジョーカーはどこにありますか？ああ、そう、あのね、この心理戦ババ抜きは、そう、うん、ちゃんと質問して、初めて成立するゲームだから。いいね、運任せではなく、質問して、やっていく感じだから。なるほど。いいね。なるほど。よし。まあ、じゃあ、しのすけくんどうぞ。ジョーカーはまず、どこにありますか？ジョーカーですか？ジョーカーこれですね。なるほど。このカードですね。
ジョーカーじゃないのはどこにありますか？ジョーカーじゃないの、うん、これジョーカーじゃないですね。おお、この2択どっちかがジョーカーの可能性が高い。なるほど、うん、この他の3つ、このじゃあ横の3つは安全ですか？これ一番危険だね、この3つこの中にあるね。うん、あーなるほどね、この中にある。まあこれの質問でどれかわからんくなってしまったと。うん、じゃあ一番初めに聞いたこれにしよっかな。これ、あ、それにする。うん、じゃあ持ってってぐる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 。おお、そうだ、3だ。じゃあ3消してくれ、しんのすけ。うん、大丈夫だった。あ、これ消せばいい。うん、大丈夫だった。さあ残りは4枚だ。さあしんのすけどうする。しんのすけのターンだ。他安全な場所、他安全な場所、おすすめ、おすすめ、おすすめって言ったらやっぱねこれかな。うん、これおすすめだね。なるほどね。他にはなんかおすすめ、うん、まあこれとか。ちょっとみんなの顔つきとかも見てみようかな。あ、そういうのダメだから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 。後ろの外野はちょっとどっか行ってろ。あ、ちょっとダメだったか、くそ。これはどんなカードですか、これ。それはスペードの1かな。スペードの1か。うん、じゃあこれは、このカードは、これはスペードの2かな。なる、俺さっき何取ったっけ。スペードの3。これはそれは4かな。スペードの、じゃあこれがジョーカーか。そういうことなんね。なるほどね。でも醤油さんは嘘、裏の裏書いて逆にジョーカーこれって言ってたけど実はこれじゃないっていう読みで俺はこれ引かせてもらうわ。おお、いいよ、じゃあ引きな。それ多分ねジョーカーじゃない気がする。おっそ、あー、おお、いいじゃないか。じゃあ3択だ。この真ん中のカードはどういう感じ。どういう感じで、どういうこと、どういう感じ、なんかもうどういう感じで、どういうこと、なんか安全、イメージ、イメージ、うん、安全だね、安全、あ、このカードのイメージは、そのカードはちょっとまずいね。このカードはそれもまずいね。じゃあ、わかんねえな。これを食べ物で例えるなら何？食べ物で例えるなら、うん、そうだな、生茶。生茶。これは？それあやたか。じゃあこれは？それはウーロン茶。生茶あやたかウーロン茶か。うん。でもな、ウーロン茶はな。いっけど、生茶、あやたか好きだから真ん中にしよっかな。おお、なるほどね、うん、真ん中でいきます。はい、選ばれたのは誰も言わねえ。選ばれたのはあれ、ジョーカーでした。じゃあこれでしんのすけがジョーカーだ。うん、なるほどね。じゃあしんのすけがちょっとシャッフルしたまえ。うん、あ、そういうことか、そういう、うん、後ろ向いていくから。よし、オッケー。うん、じゃあ見るぞ。うん、なるほどな。うん、まあそんなんじゃ僕ビビんないから。あら、おー、うん、しんのすけがジョーカーだと思うやつちょっと指さしてもらっていいですか。いいよ。うん、ジョーカーなのはこれ。
なるほど、じゃあこれもらおうかな。おー3。おー3早い。まあでもちょっと、え、 3？ これ違うじゃん。まあでもあれか、まあ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 これで、あと僕が1枚引けたら僕の勝ちだ。そやね、でも今の僕しんのすけの顔の目線だけで僕分かったんだよ。え、今ので真ん中が正解。え、なんで？なんで？嘘。分かるんだって。嘘だ。え？分かるんですよ。え、なんでかっていうと、今しんのすけは一番安全なのどれですかって時にこう見てこう言ったんだよ、目線を、カメラをこう見てこうやってやったから、うん、ああなるほどなっつって、で安全な方にこうやって行ったから、その時点でなんだろう、まずジョーカーに目が行ったんよ、しんのすけは。撮らせたいからか。そう、でそこでもう分かったね。すごやるなぁ。じゃあ次は僕 VS トラ太郎か。トラ太郎、トラ太郎混ぜて。はい、オッケー。後ろ向いてっから。さあ、ジョーカーを持ってるのは太郎。あ、オッケー、よし。なるほど。うん、じゃあトラ太郎。はいはい。ジョーカーだと思うのはどれ？一番右。一番右、うん、ちゃんと見てもらっていい？見てる見てる。一番右をちょっとちゃんと見て、体で。はい、一番右、うん、はい。スペードの3は、右か2番目。右から2番目、うん、これと、うん、うん、ジョーカーどれ？一番左。一番左？こっち？うん、こっちなの。うん、なるほどね。うん、あえてるな。じゃあハートの2はどれ？翔平さんの正面、僕のこれ。なるほどね。うん、そういうことか。とりあえずちょっとこっちに移動してもらっていい？はい。ジョーカーはどれ？これ。まあそれか。うん。なるほど。おお。はいはいはい。ああ。じゃあこの2つとこの3つ、うん、どっちにジョーカー入ってる？3つ。あ、3つの方に入ってる。うん、なるほどね。3つのどれ？これがジョーカーですか？さっき言った通り一番左。なるほどね、これがジョーカー、うん、なるほどなるほど。はい。まあ一番安全そうな真ん中をちょっともらっていくかな。あ、なるほど、うん、はい。じゃあ2位揃ったと。ちまあでも大体はなんか両端にあるんかなっていう感じでは捉えたな。ちょっと真ん中に来てもらって、まだ僕のターンは終わってないから。はい、じゃあ、うん、スペードじゃねえな、ハートの1はどっちですか？体で教えてください。左です。左、うん、なるほど。これは安全だと見た。お、3。正解。オーケー。で、これも安全だと見た。おお、しよしよしよし、オッケー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 。やるな。オッケーオッケー。で、あと1枚なんだけど、ここなんだよね。うん。うん。ここで最初にジョーカーを左右に振っといたっていうのが割と結構でかいかなっていう感じでもあるから、うん、なるほど。ジョーカーは一番右だ。よーっしゃー、うめー、やるな。いや、なんか正直ストレートで言ったらどうなるんだろうなと思ったけど、やるな。こんな猛威を振るっていいのかな、僕は。翔平さん強いからみんなでやろうや。もういいよ、じゃあやりなよ。しんのすけ、虎太郎、カド、ベンジャミンチーム VS 庄司で心理戦だ。心理戦ババ抜き。じゃあそっちジョーカー持ってるからシャッフルしな。よし、やるぞみんな。
でもこれをこうして、もうこれをね、ジョーカーはこうで、うん、そうそうそう、こうで、みんなも適当にもう、逆にこれ目つぶってやればさあ、なるほど、僕らもね、その俺らもわからんみたいな、なるほど、あもう適当にポンポンポンってなんか置いとく的なね、そう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 、あ、なんか間違えた、確かに強いかもしれない。もういい？もういい？いい？いや。いいの？いいの？え、いいの？いいよ。何これ？あ、いいの？そうだな。ジョーカーどれ？ジョーカーこれなんて？これはどう伝えればいいの？何番目？しのすけ側から何番目？俺からしたら2番目やね。2番目か。トラトラ何番目じゃうか、うん、僕これかなって思うんだよな。おー、なるほどね。カドどれだと思う、うん、あとは…あー、これがジョーカーだと。ベンジャミンはどれだと思う。あー、それか。手前、お分かったかもしれない。多分これ大丈夫かな。一番奥、これ。なるほど。おー、おー大丈夫。はい、1位。はい、1位 OK、成功。はい、多分これも大丈夫なんだよな。うん、なるほど。ほら、2だね、これ、2、うん、ちょっと待って、翔平さん、一回後ろ見て、一回でしょ。うん、よし、うん、なるほど、これだな。あ、3だ、あ、3だ。で、あとこれで僕が4当てればいいんでしょ。うん、やばいぞ、2択だ、これだな待って、よっしゃー、しんさん、ん、最後かけられたかもしれない。何が、何残ってるって言われた時、4見て4かなって言っちゃった。おー、え、そういうこと、え、え、それで分かったの。ベンジャミンが知ってる。どういうことベンジャミンは知ってた。え、どういうこと知ってたって。え、お前売ったな俺たちを。え、どういうことどういうこと、理解が。こいつがどこにあるかっていう配置を教えてたんや。おい、それか、お前ってそういう方か。うわ、もう一回シャッフルしようと思ったよな。いや、いや、いや、ハート。かわいいな。こいつやっば。そう、俺シャッフルしようと思ったんやけどな。え、どうやってやってたんだそれ。覗かれてたよ、ハート。やっぱやけに、ここの段階からやけに近いなって思ってたんだよな。君らがシャッフルしてる間もこうやって覗き込んでたから。嘘だ。俺たちが目つぶってシャッフルしてる時だ。そう。あい、嘘だ。